あとスパオとかあったよね。あったね、スパオ。スパオとか俺もう気くるぐらい食ったよ。ああ、そう、うん、日清スパオってあったあった、ね、くるくるちょもちょもくるちょもちょも今日はいい日だね。サナちゃん見てる、くるぶしです。そうですね。はい、オッケー。お互いシンプルに来てなんか懐かしい気持ちに。はい、くるちょもチャンネル始まりましたけども。始まったぜ、今日も。はい、今日はですね、セブンイレブン、大好きだ、大好きだ、カップ麺2種、1種はチルド麺なんですけど、2つちょっと買ってきたんで、その再現性をね。あ、そうですね。そうね、コンビニのね、どれだけ近いのかっていう。なるほど。今までその食べた中で、うん、一番再現度が近いものってどれだと。まず基本的にどれも再現できてない、うん、所詮って感じ。所詮カップ麺だ。うん、所詮カップ麺、うん、期待値が上がっちゃうから、うん、がっかりしちゃう。そんな中、まんまやんっていう一個あるわけ、ね、のが一個だけあったんですけど、スガキ屋さん、おめでとうございます。あ、そう。もうスガキ屋は、うん、味ご飯が美味しいから。味ご飯、うん、え、魚の味ってこと。うん、五目ご飯みたいなやつ。はあ、東京にないよね。あんま見たことないね。俺地元が大阪なので、うん、大阪には結構店舗あったのよ。小学生の時とか食ってたもん、スガキ屋。いや、東京人にはちょっと馴染みがないな。今日のやつは両方初めて食べるんで、まあどれぐらいね再現できるのか楽しみですけど。じゃあ早速紹介していきましょう。はい、これチルド麺なんですけど、はい、セブン&アイプレミアムの一風堂の博多豚骨ラーメン。イエーイ、一風堂大好き。イエーイ。一風堂って店舗で食べたことない。何で食べるの？あのカップとか。ちなみに一風堂の普通のカップ麺の方は、うん、まっ全く違う。美味しいんだ。本物の方が全然美味しい。ああ、そう。じゃあ、行くわ。じゃあ、ちょもちゃんはその店舗に行ったことあるということで、どんだけ近いのか。そうね、ちょっとね、これ楽しみやね。早速、温めていきましょう。はい。はぁー。はい、レンチン終わりました。めっちゃいい匂いするんだけど。レンチンでできるってすごいな。ちょっと見た目はね、美味しそうやもんね。ね、美味しそう。ちゃんと。これ、タレをこういくわけですね。なるほど。熱っ。あ、すげえ。めっちゃ簡単やん。ごめんなさい。ごめんなさいよ。あ、もやしとかも入ってるんですね、ちゃんと。一風堂ってもやし入ってるの？その別で、辛いもやしが有名で食べ放題の。めちゃくちゃ美味しい。ちょもちゃんに連れていただきました。それでは、はい、一風堂。一風堂のチルド麺。チルド麺。いただきまーす。ラーメン食うとき、髪あげるんですね。おいしい。再現度で言うと 65% ぐらいかな。カップラーメンの 4% いや、俺から言わせてもらうとめちゃくちゃおいしいですよ。うん、ちなみにスガキ屋の再現度は 97% うまい、うまくないで言ったらめちゃくちゃうまいで。うん、これセブンでパッと変えたらいいよね。うん、うん、チルドタイプのとか、うん、作るめんどくさいイメージがあって、うん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 、めちゃくちゃ買うわこれから。あ、マジでガチ飯です。うん、おいしかった。ごちそうさまでした。ガチ完食。うん、じゃあこれもう一品ありますからね。もうお腹いっぱいです。おう、もう一個はこちらですね。はい、じゃん、ブタラオダイダイ。1個400円する。すげえ。ブタラオ、まあ、見た目からしてもジローを完全に意識してる、有名やね。うん、あの有名なジローをついにラオは手出しちゃいましたね。まあね、もうセブンであの豚ラーメンっていう、あのこういうチルド麺で、うん、ジローっぽいのが出てるんですけど、うん、それはね、麺がね、うどんなんですよ完全に。うん、でも一番近い、うん、これはちょっとね、どうなのか、食べていきたいなと思います。うい、こんな感じで。ブタラオ、ブタラオ、
早焼くと、油増し袋、油増すとね、お腹痛くなるね。これね、結構デカめのチャーシュー、チャーシュー作っていきたいと思います。おう、ふーい、5分経ってスープだけ入れました、うん、またこぼすからね油増し出た。まあね、あのジロー、僕は結構20店舗ぐらいは行ってるかな。すごいよね。どんぐらい近いのか小分けさせていただきます天下のラオですからね、言うても。はい、じゃあベタラオいただきます。いただきます。麺は太いね。うん、再現度から言わしてもらうと、うん、14% ぐらい。美味しいけどね。美味しい、うん、あのセブンの豚ラーメンの方がまだやっぱり近いかな。400円でこれだとちょっとどうなんすか、ラオさん。どうなんすか、ラオさん。うん、なんかね、うん、スープに変な香ばしさがある。早く的にはキャベツだけですけど、二郎はほとんどもやしなんですよね。キャベツは8対2ぐらいでキャベツ。ね、これはちょっと再現難しいと思うし、400円の価値はない、言い切る。ちもちゃんもやっぱ分かるでしょ、これ。俺ジロ食ったことないね。俺ジロ食ったことないね。もうもう普通には帰れない。あの、あとうどんでゴンブトってあって、ゴンブトあったゴンブト坊ちゃん。そうなんだ。ゴンブト坊ちゃんって誰？ゴンブト坊ちゃんちょっと存じ上げないですけど。